こんにちは。こんにちは。今からね、お昼ご飯を買いに行きます。場所は教えません。ハマってるとこが。レストラン？まあ、そうっすね。レストランな。店内で食べるんじゃなくて、テイクアウト弁当っす。お弁当で。はい。まあ、こんな時期なんでね。テイクアウトで。めちゃくちゃ天気良くない？じゃあいいか。見て。この感じ。雲一つ、あるか。雲しかない。なんか歌う？なんか歌う？ご飯食べる前に。どっちりで鍛えた熱き魂で最後まで諦めず戦えスペランサーシャー。懐かしい。到着。はい。どこですかここは？ここは。たらふくっていう焼肉屋さん。焼肉屋さん、はい、でテイクアウト。そう、弁当うまい。行ってみましょうか。はい。安いっすね、でも。いや、安いっすよ。うん。1000円で、うん、いや、マジでご飯の量、まあまああります。どんくらいですか？もう本当に、もうマジで、表し細工、こんぐらい。サラダついてるでしょ？それで1000円ですかね。じゃあ、弁当待ちましょう。はい。はい、買いました。はい。せーの。じゃん。うまそう。これ牛タン。牛タン。めちゃくちゃ大盛りだね。これで1000円。これで1000円。お弁当も買ったということで、コンビニに行きましょう。はい。はい。ちょっと暇なんで、ちょっと、モノマネシリーズでもじゃあ行きましょうか。かまど炭治郎。煉獄。ちょっと、結構、ありきたりな質問なんですけど、はい、休みの日とか何してるんですか、大地くんは。休みの日ですか？はい。ずっと死んでるか、ずっとサッカー見てるか。はい。あと、買い物行きますよ。じゃあ休みの日も、じゃあ寝てるかサッカー見てるか、買い物行ってるかみたいな。まあそうっすね。まああとは、あれっすね。我慢できなくなったら暴れたりしますけど。怖い怖い怖い。さ、彼女とかは？彼女は今いないんですよ。彼女いない？残念ながら。かっこよくて優しいのにね。なんでだと思います？彼女がいない原因は。ここ数年なかった気持ちは俺の中にあるんですけど、うんうん、やっぱちょっと我慢できないと暴れるしかないから。あ、じゃあ別にその彼女がいらないとか結婚したくないとかそういうわけじゃない。まあ、そういうわけではない。あ、僕の彼女になってくれる方、こちらまでお願いします。よろしくお願いします。やってまいりました。ファミリーマーツ。ファミマ。買ったもの紹介していきましょうか。まずはカルピスソーダ。至福の時間。最近流行りのファミチキバンズ。と言いつつ、はい、ファミチキではなくチキンステーキ買いました。アレンジメニュー。なんか書いてあったっす。あ、書いてあった。はい、書いてあった。うわ、鬼滅だ。ウエハース。鬼滅の刃。ウエハース。シールがついてるんですよね。シールついてます。いいのが出るといいですね。きっと出ます。じゃあ。事務所の方に帰ってお昼ご飯タイムにしましょうか。はい。帰ってきたね。はい。めちゃくちゃ買ってない？買いました。朝練習じゃないですか。はい。まあ腹減るじゃないですか。はい。腹減った状態でやっぱ見るじゃないですか、食べたの。はい。買いすぎますよね。買いすぎちゃうよね。で毎日そのトラップに、うん、そのトラップにかかってということで今日も食べまーす、はい、めちゃくちゃ美味しそうじゃない？でもうまい。いただきます。わお、どうですか？これはうまい。すいません。いや、マジでうまい。うまい。でっかいね。ご飯こんなするうわ、うまそう。俺の昼ご飯。いや、マジでうまいな。たらふくさん、大丈夫？食後の鬼滅の刃、はい、チョコウエハース。今開けたんですけど、はい、まだ見てないです。あ、見てないですか、まだ。シールは。そう。見ます？見ましょう。見ますよ。の、これは、やばい。え？赤座？でーん。え？
赤座じゃないですか。上限の3って書いてあります。上限の 3？ え、ちょっと待って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 、ちょっと裏見してもらっていいですか。3-08。3-08。え、シークレットじゃないですか。おぉ。ほんとだ。シークレットぶち当てた。シークレットぶち当てましたね。ちょっと同じポーズしてもらっていいですか。あ、僕持ってきますよ、じゃあ。違う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 。で、おおめでとうございます。放送事故じゃないですか、これは。これはちょっとやばいかもしれない。狙われるかもしれない。狙われるかもしれない。俺の身がちょっと危ない。ちょっと気をつけてください。はい、おめでとうございます。スクール行ってきます。お願いします。レッツゴー。これからサッカースクールに行きたいと思います。純金買っていい？なんだなんだなんだ、純金って。うわー、売り切れだ。売り切れ。純金。あ、リアルゴールド。リアルゴールド。純金。新しい表現ですね。おしるこ。リアルゴールドのもう代表品は。なかったら。はい。おしるこ。こっち行くと思いました。レッドデカミンだと思った。いやでもおしるこなんですよ。はい、じゃあ今日もねスクール。ジュニアさんも頑張ってやっていきたいと思います。頑張ろう。